ジュリー・インクスターはカリフォルニア州サンタクルーズ出身のアメリカ合衆国の女子プロゴルファー。1983年からルプがツアーに参戦しメジャー大会7勝を含む通算31勝を挙げている。インクスターはハーバー高校とサンノゼ州立大学に通い1979年、1981年、1982年に オールアメリカンとなった。また、1979年から1981年まで、オールノーキャル、1981年には、主数アスリートオブザイヤーとなり、3のゼスポーツ伝道のメンバーになった。1980年から1982年まで、全米女子、アマチュアゴルフ選手権に3連勝し、1982年に、 勝利を収めたカーティスカップアメリカチームのメンバーにもなった。ループがツアーでメジャー7勝を含む通算31勝を挙げたインクスターはループが生涯獲得賞金ランキングでも上位に入っている。インクスターは1983年から2006年までの24年間のうち16のシーズンでトーナメントに優勝しているが一度も賞金女王になることはできなかった。 最高位は1999年の2位と1986年2002年の3位であった。彼女は1992年、1998年、2000年、2002年、2003年、2005年、2007年、2009年にソルハイムカップアメリカチームのメンバーとしてプレーした。通算で18ポイントを上げており、2009年現在、同大会のアメリカチームにおける最多勝利選手である。 2007年、パッドハーストと共に、女子ワールドカップの代表として出場し2位になった。1999年、女性スポーツ財団から、スポーツウーマン・オブ・ザ・イヤーに選出された。2000年に、世界ゴルフ伝道入。り。インクスターは、ルイーズ・サグス、ミッキー・ライト、パッド・ブラッドリーに次いで、キャリアグランドスラムを達成した4人目の女性である。2001年からメジャーに昇格した。 全英女子オープンでは2006年の4位体が最高位でスーパーグランドスラムは成し遂げていない。通算31勝。太字はメジャートーナメント大会。現在 ANA インスピレーションとして知られている。このトーナメントは1999年までナビスコ大なショア大会であった。2000年にナビスコ選手権になり、2002年から14年まではクラフトナビスコ選手権であり。 2015年から現在の名称となった。全英女子オープンは2001年からデュモーリエ、クラシックの代わりにルプがメジャー大会に昇格した。DNP イコール出場せず、カットイコール予選落ち WD イコール危険、DQ イコール失格、イコールメジャー大会ではなかった、T イコール複数の選手と順位を分け合ったグリーンチは優勝、黄色チは トップ十位を表している。ありがとうございます。